はい、こんにちは。スーパーグリッターラッシュを作りました。個人開発者のタイニー達スタジオと申します。えー、では、これからスーパーグリッターラッシュのプレゼンの方を始めさせていただきます。はい、では、まずですね、皆さん、弾幕シューティングと聞くと、どんなイメージがあるでしょうかはい、まあなんか難しそうとか、こう、硬派な感じとか、まあなんかこう、とてもじゃないけど、自分ではできそうにないみたいに思ってる方もいるんじゃないでしょうか ま、そんな私もですね、こう、弾幕シューティングみたいな細かい操作を要求されるゲームって実は苦手で、こう、もっとね、なんかカジュアルで誰でもできるような弾幕シューティングって作れないかなって思ってたんですよね。で、じゃあ誰でもできるけど楽しくて気持ちいい弾幕シューティングにするためにはどうすればいいかなって考えた結果ですね。はい、もう避けるのは 弾を避けるのはやめて、ガンガン攻めに行くシューティングにしようって思ったんです。はい。そうやって生まれたのが、可愛くてカジュアルな弾幕シューティングゲーム、スーパーグリッターラッシュです。はい。では、スーパーグリッターラッシュを簡単に紹介しますと、超ミニマムなドット絵のグラフィックでですね、操作も左右の移動と一つのボタンしか使わないっていう、すっごいシンプルなシューティングゲームになってます。 えー、ボスと1対1で戦うっていう、いわゆるボスラッシュ形式のゲームなんですけど、で、ボスは30人いまして、本当にそれぞれのボスがですね、ユニークで独特な弾幕のバトルが楽しめるゲームになってるかなと思います。まあ、なんかここまで聞くと、こうデザインも可愛い感じだし、優しいゲームなのかなって思うかもしれないんですけど、えー、先ほどね、お話しした通り、スーパーグリッターラッシュはガンガン、 攻めに行く弾幕シューティングなんですよね。はい。まあ、それがどういうことって言いますと、スーパーグリッターラッシュでは敵の弾幕を自分のものにできるんですよね。えー、これがどういうことかと言いますと、敵の弾が、えー、自分の弾にくっつけることができまして、そしてそのまま敵に打ち返すことができるんです。えー、っと、まあ、雪だるまをイメージしていただくとわかりやすいと思うんですけど、 あんな感じで自分の弾に敵の弾をどん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 くっつけていってどんどん大きい弾にして敵に反撃するっていうのがこのゲームの基本になります。まあそんな感じでスーパーグリッターラッシュは弾を避けるんじゃなくて逆に利用してやろうっていうシューティングゲームになってます。はい。まあそういうね独特なシステムがあるスーパーグリッターラッシュなんですけどベースはあくまで弾幕シューティングなので 戦うボスたちはね、容赦なくたっくさんの弾を放ってくるんです。まあでも、スーパーグリッド嵐では、そのピンチな状況っていうのが最大のチャンスにもなるんです。まあそれがどういうことかと言いますと、敵の弾をたっくさんくっつければくっつけるほど、ダメージもね、どん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 大きくなっていくんです。なので、敵の弾幕が激しければ激しいほど、いいところに 弾を当てれば、どんどんね、あのー、弾をくっつけることが出てきて、敵に一撃で大ダメージを与えられるっていうチャンスになるんですね。うん、なので、自分がめちゃくちゃピンチっていう状況から、一気に自分が有利なように状況を覆すことができるっていう、なんというか、お列へっていう感じの万能感を感じられるようなゲームになってるかなと思います。はい。 まあそんな感じでいろいろね、あの話したんですけど、結局はですね、やっぱり誰でもできる弾幕シューティングっていうことで、プレイヤーにとってはね、なんだかんだゆるーく楽しめるゲームになってるかなと思います。まあアクションが本当に苦手な方でも、少なくともクリアまではいけるようになってますし、あと、ボスたちがですね、本当にバラエティ豊かで、いわゆる普通のシューティングのステージっていうのをひたすら あの、攻略していくっていう感じじゃ全然なくて、例えば、こう、アボカドとテニスをするね、ステージとか、こう、有名なレトロゲームをおまじしたステージがあったり、ブロックをどんどん壊しながら進んでいくっていう、ちょっと変わった感じのね、えステージがあったりとか、本当にいろんなバトルが楽しめるゲームになってます。はい。 ま、最後にね、あの、まとめると、私の友人がですね、すっごいいい感じに感想をまとめてくれたので、この言葉を借りますと、子供のおもちゃ箱みたいっていうのがですね、この言葉、あの、このゲームを表すいい言葉になってるかなと思います。え、ま、誰でもできる弾幕シューティングっていうのを作ろうとした結果ですね、おもちゃ箱みたいな楽しいゲームがえー出来上がりました。え、ということでですね、 はい。スーパーグリッターラッシュのプレゼンは以上とさせていただきます。ここまで聞いていただきありがとうございました。